44万視聴を超えました CS の激闘を称え合う両監督の美しき光景です。ご覧ください。対戦成績2勝1敗となりまして、日本ハムが CS ファイナル進出を決めたという、まあ、この最後の挨拶の時なんですけれども、まあ、これですね、吉井監督が新庄監督のところに行ってこう激闘を称え合ったと。で、新庄監督も、まあ、吉井監督が来てくれたということに対してすごくインスタでも、ね、感謝のコメントを出してましたけども、はい、まあ、この戦い、この2人の、ね、こうなんかパ・リーグを盛り上げてくれたなって感じしますよね。そうですね、まあ、最後の、ね、本当にいい戦いになりましたし、うん、まあ、吉井監督としても、ね、はい、自分たちのやれることをやったという、うん、まあ、そういった達成感もどっかにあったのかなと思いますけれども、うん、やっぱ結果的にハムが入ったところで、なかなか、ね、負けたチームの監督から そういった、うん、行動っていうのは難しいのかなと思うんですけども、うん、吉井さんらしいというか、はい、本当勝ち負けだけじゃない、なんか気持ちのいいシーンを見ることができました。うん、なんかこうロッテ の球団の YouTube とか見ても、はい、吉井さんの人の良さっていうのがちょっとなんかこう、ね、じわじわと伝わってくるところが。そうですね、まあ、はい、ただ勝負師ではあるんだけど、うん、人間味があるというか、そうなんですよね、その中にもユーモアさがあるので、うん、魅力的な監督ですよね。関西のおじちゃんのような感じも一つ突然勝負どころでこう厳しい表情になるっていうね、いろんな表情があるんです。でもやっぱりね、選手時代僕一緒にやってるんですけども、はい、やっぱ締めるとこ締めてくるので、じゃピリッとするとこするし、うん、そのオフになるときはすごくカジュアルに話してくれるので、はい、まあ、メリハリがすごい選手としてもつけやすい監督でしたね。ですね、この吉井さんと新庄さんのシーンは本当に、各球団のファンから称賛の声が集まっていました。最後までご覧いただきありがとうございます。アベマバスパリーグ番組 MC の辻歩です。この番組はネットで話題のプロ野球動画を紹介する新感覚のプロ野球ニュースです。この動画の完全版をご覧になりたい方はこちらから。